ですか？似合いますか？これ。はい、我らが飛行機部の正式なユニフォームです。今日の初練習を前に昨夜高姉が届けてくれたんです。間に合ってよかった。そして、はい、これが風吹くんのです。サイズは合っていると思います。どうですか？似合っていますか？かっこいいですか？やった、ありがとうございます。実を言うとですね、このつなぎずっと前から着てみたかったんです。今日からこのつなぎを着てバリバリ頑張っちゃいます。おはようございます。おう、来たな。高根、今日はよろしくお願いします。月ヶ瀬真昼、全力で頑張ります。そんなに肩に力入れるなって。リラックスだよ、リラックス。はい。ま、最初はこんなもんだわな。おお、なんだいなんだい、まひるちゃんじゃないか。おや、その格好はどうしたんだい。徳川さん、佐竹さん。お、高子ちゃんじゃないか、久しぶりだな。ひばりちゃんとすずめちゃんは元気か。ええ、もうピーチクパーチク、これ以上ないほどに。どうもご無沙汰しています。まひるちゃん、その格好まさか飛行機部に入部かい？そのまさかです。おお、そうか、ついにか。いやー、わしは前からまひるちゃんはいつか入部すると思ってたんだ。私もですよ。この子は絶対下から見上げてるだけじゃ飽き足らなくなるだろうってね。徳川さん、佐竹さん、こっちの子はこの春にうちの学校に転入してきた風吹空太郎。真昼と一緒にうちの学校の飛行機部に入った数少ない部員の一人です。風吹、こちら徳川さんと佐竹さん。うちの親父の友人で水鳥フライングスクールの古株さんだ。未熟者ですが、これからよろしくお願いします。いやー、何にせよめでたいめでたい。卒業後はぜひ水鳥フライングスクールに入会してくれ。ホームページに載っているのが高子ちゃん以外みんなむさ苦しいおっさんですからね。まひるちゃん、ぜひうちのクラブの PR に協力してくれよ。はい、頑張ります。でも一体どういう心境の変化だい。最近はとんとご無沙汰だったのに。ええ、実はですね、カナダガンと飛ぶために。はい、あの子たちが自分たちの力で餌代を稼げるようにと風吹くんたちと考えた結果、こういうことになりました。そりゃすごい、すごいな、まひるちゃん。それが成功すればわしたちもカナダガンと一緒に飛べるようになるわけか。はい、そうできるよう頑張ってみます。おお、わしは子供の頃から鳥と一緒に飛ぶのが夢だったんだ。私もですよ、徳川さん。まさかこの日本でその夢が叶うことになるなんて。高子ちゃん、こりゃすごいことになるんじゃないか。鳥と一緒に飛べる飛行クラブなんて日本で唯一だよ。きっと日本中から入会希望者が集まってくる。そいつは虎ぬ狸の川山よってやつですよ。
まだ肝心のカナダガンがよちよち歩きのヒナなんですから。マヒルちゃん、成功を祈ってるぞ。ぜひそのカナダガンをウルトラライトと一緒に飛べるように仕込んでくれ。ああ、楽しみにしてるよ。はい、みんなの夢叶えられるように頑張ります。さて、そんじゃそろそろ始めるぞ。ハンガーから機体を出すから手伝ってくれ。ラジャーです。こら、カザフキ、痛い気な初心者の恐怖を煽るんじゃない。全然怖くないと言ったら嘘になっちゃいますけど、でも今はやっと飛べるみたいな胸のドキドキの方が強いんです。だから大丈夫ですよ。アザフキ、お前が緊張してどうする。カザフキ君を見てるとなんだか落ち着いてきました。ありがとうございます。よし、出すぞ。ゆっくりな。はい。せーの。よーし、この辺でいいぞ。今日はまず真昼の飛行訓練から開始する。カザフキはしばらく見学だ。見ていてくれたらなんだかそれだけでうまくできそうな気がしてきます。どうかしたんですか？よし、そんじゃあ真昼、もうだいたい知ってると思うが一応一通り説明していくぞ。はい。まず服装。上空は真夏以外は結構寒いから防寒仕様の服は必須だ。まあすでに真昼は我が飛行機部の正式ユニフォームをゲットしているのでこれは問題ないと。はい、この服前から着てみたかったんです。そうだろう、そうだろう。次はヘッドセットだが、これも部の備品を貸し出そう。ウルトラライトのエンジン音はかなりうるさいから飛行中は隣の座席の相手とですらまともに会話できやしない。そこで外部の音をシャットアウトしつつ無線を通じての会話を行うことになる。地上の管制との通信も同じ無線を使う。了解です。無線ってなんだかワクワクします。服装の準備が整ったら次は気象状況のチェックだ。風力計で風の強さを測り、吹き流しで風の向きを確認する。はい、それも教えてもらっているので大丈夫だと思います。よろしい。気象状況のチェックが済んだらいよいよ次は機体の飛行前点検だ。プリフライトチェックですね。その通り。座学で教えたことはしっかり残ってるみたいだな。プリフライトチェックは
機体ごとに項目が決められている。これがこのクイックシルバー MX2 のチェックリストだ。この機体の飛行前点検はそのリストに従って行う。では始める。特に重要なのは操縦桿から各舵につながっているコントロールケーブルだ。こいつが緩んだりねじれたりほつれたりしてないか念入りに確認するんだ。これぐらいの弾力なら大丈夫だ。真昼も触ってみろ。感触を肌で覚えるんだ。はい、この感じですね。よし、覚えたな。それじゃあ今度は機体に搭乗してのチェックだ。搭乗。了解です。後方、プロペラに傷がないか確認しろ。はい。膠着装置の点検も大事だぞ。タイヤ圧、ブレーキの効き具合。燃料、オイルはどうだ？大丈夫だと思います。本当か？そう考える根拠は何だ？高レーが飛んでいた時と同じくらいあるので。よしよし、それじゃエンジンを回してみるか。どうだ？プロペラの回転具合もエンジン音もいい感じだと思います。高姉が飛んでいた時と同じです。いいだろう。よし、そんじゃいよいよ飛んでみるとするか。飛行機に限らず乗り物ってのは習うより慣れろだからな。いいか、お前はついに飛ぶことを自分で選んだんだ。思う存分楽しもうじゃないか。はい。よし、搭乗。乗ります。行こうか、真昼。よろしくお願いします。すごいすごいすごい。こら、じっと座ってろ。すみません。高姉もカサフィ君もこんな風に飛んでるんですね。本当にすごい。どうだ、空を飛んでる感想は？すごいです。お前さっきからそれしか言ってないぞ。だって本当にすごいんです。そうかい。私、頑張りますから。ああ。カサフキ君と、あの子たちと、一緒に飛べるように。だな。ったく、あいつには嫉妬しそうだよ。可愛い妹分を横取りされた気分だ。何ですか？なんでもないよ。
空、展開するぞ。うわ、うわー